フェアフィールドはアメリカ合衆国カリフォルニア州の北部空の郡に属する都市である。サンフランシスコ米エリアの北東部に位置する。サンフランシスコ市やサクラメント市からはどちらも約38マイル、オークランド市からは約18マイル、ナパバレーからは18マイル足らず、カルキネス橋から15マイル、ベニシア橋から13マイルの距離にある。フェアフィールドは1859年に クリッパー船の船長ロバートイチウォーターマンによって設立され、その故郷であるコネチカット州フェアフィールドにちなんで使命をつけられた。市内にトラビス空軍基地があり、またゼリービンズの工場であるゼリーベリーがある。そのラグンにあるバレーホシュリやや少ない人口10億5321万、そのマグンベエリアでは第9位の都市である。 姉妹都市の進ス士スと境を接している。その他の周辺都市には、バカビル、ベニシア、ナッパ、及びバレーホの各市がある。フェアフィールドは、ソラノ軍の軍長所在地である。最初のヨーロッパ人による接触は1810年のことであり、スペイン軍がス,スン族インディアンに対する攻撃を命じられたものだった。 1835年、メキシコのバレー保将軍が、インディアンの州長、セムイエトに勝利しても、大変寛大だったので、イエトは、他の種族との紛争があった時は、バレー保に同盟した。1837年、インディアンの州長ソラノが、ランチョサスウーンに関するメキシコの土地特許を取得した。この特許権は、最終的に、ロバート・イチ・ウォーターマンというコネチカット州出身の、 クリッパー戦船長の手に落ちた。ウォーターマンは1856年に町を区画割りしただけでなく、商業的にもうまく立ち回って1858年にはベニシアにあった軍長を移させた。この誘致のために軍長を建設する用地として16エーカーの使用を認めた。フェアフィールドは1903年に姿勢を敷いた。フェアフィールドは 北緯38度15分28秒整形122度3分15秒、北緯38.25778度整形122.05417度、38.25778-122.05417に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は38.7平方マイルであり、このうち陸地は37.7平方マイル。 水域は1.04平方マイル。水域率は5.95%である。フェアフィールドはサンフランシスコベエリアのカリフォルニア海岸山脈の中に位置している。ススン湾の北、サンパブロ湾の北東にあたる。ススン湾の大半はアメリカ西海岸でも最大の塩水湿地であるススン湿地を含んでいる。サクラメントバレーが市の東にある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中心街のウェストテキサス通り、フェアフィールド中心街にある、空の軍軍庁舎、トラビス空軍基地からシエラレオネに向けて飛び立つ C-5 輸送機フェアフィールドは多様な経済基盤があり、政府、製造業、医療、小売業、専門店と商業施設の建設部門が主な雇用種である。 アンハイザーブッシュ社が大規模なバドワイザーの醸造設備を創業しており、クロロックス社はブリーチ商品を製造し、ゼリーベリーキャンディ会社はそのお家芸である、ゼリービーンズを製造している。フェアフィールドの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は以下の通りである。フェアフィールドの公立学校は、 フェアフィールド進統合教育学区とトラビスと地域の高校は6校、中学校は5校ある。セムイエと継続学習校とメアリーバードコミュニティヒルマ。学校はフェアフィールド進統合教育学区に属し、バンデン高校はトラビス統合教育学区に属し、トラビス空軍基地の近くに位置している。近辺にある大学としてはカリフォルニア海事大学。 カリフォルニア大学デイビス校、同バークレー校、カリフォルニア州立大学サクラメント校、同イーストベイ校、同ソノマ校、トリニティカレッジオブメッセージ、セントメアリーズカレッジ、フェニックス大学、及びハップマン大学がある。トリニティバイブリカル大学と、ソラノコミュニティカレッジの市キャンパスも市内にある。フェアフィールドの航空写真、情報中央にトラビス空軍基地が見える。 市内には2つのパブリックと1つの市営ゴルフコースがある。パブリックのパラダイスバレーとランチョソラのゴルフコースはザガットサーベイでアメリカのベストゴルフコースに2004年のゴルフダイジェストマガジンでは3、5世に、またソラの群では毎年1位と2位に投票で押されている。ありがとうございます。